ちゃ暑かった。こんにちは。こんにちは。いや暑いですよ。こうあのジャイアンツ球場の室内練習場ですが、先ほど前ちょっと、モタ。モタ。ちょっとモタこっち、モタこっち。モタ元気？元気です。元気？誰？モタ。モタ？本当？モタさん一言挨拶、ご挨拶。モタさん。こんにちは。こんにちは。頑張れよお前。頑張ります。ほらモタ来たからお前。接続が弱いため動画が停止されましたんだったとこれ。モタ。モタ日本語言ってもわかんない。宮本コーチメガネです。あこれはねホーナインズのメガネなんですよ。これは昨年まで使ってたやつですね。これは大丈夫調光なんで。サングラスしかない。これ紫外線が当たっちゃうと2個当たっちゃうとこう暗くなるんで今日はちょっとこれにしときます、ね。普段どれぐらい見てるのみんなこれ。一番多かったので何？一番多かったので瞬間は1万。もう1万いってるよ。もう、はい、もう一瞬です。1万。すげえ。これが2万、3万と。いやすごいね。はあこれだってあの先ほど選手からも言われたもん。頑張ってくださいって。鍵屋からも言われた。見てます。いやピッチャーって優しいんだね。野手何にも言ってこない。俺が嫌われてんのか。あれそんなことないでしょ。時ヘッドをね嫌うやっぱりこういったもうなん人間味があるというかこの人情をね仁義という思いやりですよ。すげえな。声はうってるって。あはうってる。うん。どうなんだろう。大丈夫？はい大丈夫。あそう？はい。おっしゃ。今日この T シャツね今日。来てくださいって言われたんで、元木さん、はい、はい、まあ各自こう自由な感じでいいんですかね。はい、元木さんもう少し左に寄ってって。誰が？今来ましたよ、はい。めっちゃ声響いてる。元木さん右が OK OK。これおかしいのかな。これエンティンだからさ、ちょみんなさこう見ないでここに下から老眼入ってっから、はいはい、こういう風にこう見ちゃうけどごめんね。一万一千に行った。すげえ。さて、今日元木さん、はい、約30分のこのインスタ動画ですね、はい、ライブ、いいですか。いいですよ。これ始まっちゃっていいですか。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。まずこれ質問、これ誰が進行するの。あお二人で。あ二人でやるの。あそうなの。でこれ今紙もらったんだけどこれな何。これはですね視聴者これのために一応別で質問を受け付けて届いたものです。1000件以上、はい、あじゃあ分かりました。じゃあ私元井コーチに質問しますよ。はい、はい、坂本勇人選手ってどんな人ですかっていうの。勇人、はい、まあよく喋りますけど、うん、やっぱ外ではやっぱかっこいいキャラで言ってるんで、うん、外ではあんまり喋んないですね。ああ外で、あキャラがあるんだ、ね、キャラあるんですよ。そうだよね、そうだそうだそうだ。亀とかもそうだけど、うん、ちょっとかっこいいキャラで言ってるから、うん、比較的こうなんかこうファンと目線を合わせないとか。なるほどね。後ろから見てるとね、うん、よくわかる。面白いねそれが。ああそうだね。やっぱりこうユニフォーム着てる時とまたプライベートの時っていうのは、うん、また違った自分のやっぱりキャラ作り。もう役者だねそうなったらね。そうだね。もうだって元木ヘッドもね、あれですよ、映画出てて人気映画とか出てて選手たちもちょうどですよ、ちょうどさっき高木恭介選手が映画見た、はい、ヘッドが急に出てきました、びっくりしました、まあ、オラオラで出てましたって。人気もんですからね。人気もん、結構出ましたけど、宮本さんなんか質問も来てるんですよ、はい、なんですか。小林選手からいたずらを受けた時はどうでしたか。これね、あれだって試合前でしょ。試合前になんかねマジックもあったんですよ。でサインしてくれて、いやなんでこんなところでベンチの中でサインしなきゃいけないのかなと思って、でそれだビーってきたのね。誠治よと、ベンチまで持ってこなくていいだろうと、うん、まあ、そんなのロッカーでやろうぜっていう。それはやっぱりベンチの中だったからあまりこう疑わなかったんだよね、うん、俺も試合前だから一応ピッチャー陣の調整も兼ねて早めにね遠投とかするからでベンチに入ってたんだけど、そんなんで誠治はやっぱりなんかいろいろ僕もズムサタやってる頃もよく
あのなんかゴキブリのね、なんかこう虫のおもちゃなんか持って小林選手やってましたけど、結構好きですね、ああいういたずら、いたずらっ子ですよ、いたずらっ子。モドキヘッド、はい、ジャイアンツの中にクセ者はいますかと。いないですよ。いないっすよ。いないっす。いないって。いや、なんかこうモドキヘッドにの現役 の時のこう似たようなこう空気を出す。いや、いないですね。なんだろう、なんかいわゆるこうずる賢さっていうかね、野球でですよね、野球で、まだ、まあ、吉川大輝とかがそうなってほしいなと思いますけどね。やっぱりそうするためには、くせ者になるための条件って何かあります？あの、怖がらないことです。だって、俺だって隠し玉やりましたけど、結局、斎藤さんとか槙原さんの桑田さんの時にやってるじゃないですか。普通、あんな大投手、大先輩のところでやっぱりできないんですよ。でも俺はもうやろうと思ってやって、でだから大輝とかも智之が投げてる時とかにやったらいいと思う。だからそういう選手になってほしいなっていう。でもそのためにはなんかこう元木ってちょっとこう周りが見えすぎちゃってるよね。周り見ちゃいますね。ねえ、はい、こんなところ。でも監督もそうですよね。見てますよ。原監督も結構見られてますよね。監督結構見てます。練習中とかかなり見てますよ。だから私たちも見られてるんですよね。いやー怖いですよ。ベンチでもまあまあチラチラ見られてますから、コーチ陣も、まあ、それはあの原監督もそうですけど、そういった共通点ってありますよ。ヘッドとよーく 見てますよ。そうですかね、やっぱり周りが見えないとそういったクセ者になれないっていうのもあるんじゃないですか。そんなことないですよ。いや、監督クセ者みたいな言い方。いや、俺はそんなこと言ってませんよ。監督これ見られてるの？見てんじゃないよ、としたら。あ、リッチギー高木が言ってるかもね。今日やってますよ、出てますよとか。なるほどね。まあ、そんな感じ。まだ1万2000人かちょっと少ないな。皆さんお願いします。元木ヘッドのインスタは今何人ですか？7万4000です。7万。いや、少ないです、少ないです。もう恥ずかしいですよ。いや、宮本さん今、あの2週間ぐらい前でしょ、やったの。それでもう1万超えてるからすごいですよ。いや、そんな、いや本当に結構でも毎日なんか出すじゃないですか。宮本さんね、あの写真 の, あの出す回数多いだからすっげえ増えると思うんです。あ、そうですか。はい、俺少ないんですよ。ですよね、スニーカーじゃ出てこないじゃないですか。すみません、あのスニーカーの横でこうやってもらえますか。こんな感じで。あれやろうかなと思ったんですよ。でもスニーカー1個ずつしか出せないんで、だったらもう置いてやっちゃおうかなと思って。でも昔もスニーカーずっと集めてましたよね。うん、好きだったですね。ね、あのいろんなメーカーのね、はい、言っちゃっていいのかな。いいんですよ。フィーラーとかね、はい、あの時は元木選手の自宅行った時の駐車場から入ってのあのシューズルーム、シューズルーム、シューズルームがあるの。かっけー、聞いた？シューズルームだって。違う違う。そのシューズルームは何畳ぐらいあるんですか？5畳ぐらいし。5畳。うちのスタッフ本庄だけど。5畳。いやいや、そんなこと言ってたら俺宮本さんのバラしますよ。すごいですから。いやいや、何言ってんの？すげえ豪邸だから。じゃあ、でも。家9畳だよ、中だよ。ダイヤモンドなんだよ。あれ線引いたんだよ、ちゃんと。それを。ほんで外野のとこは緑になってる。すごい、ほんと球場になってる。いや、球場にしたんですけど、知ったんですけど、3年で却下されまして、すぐにリフォーム入れられて、うちの女房から、パパ、ちょっとこれはないでしょって。なんで早く言わないの、なんで家建てるとって時に言わないの、そしたら、いや、それはその頃はまだ言えませんでした。いや、でも今だったら置いとけよかったのね、コーチになったのにね。で、今女子野球とか見てるじゃん。女子野球ね。で、あそこで雨の日とか、お前ここ行ったらボール飛んだらどこ行くんだよとかって、こうやってできるじゃん。黒板代わりになる、黒板代わり。野球盤みたいな。野球盤みたいな。リアル野球盤。リアル野球盤いいね。それね、だから今だって置いとけよかって、コーチになったんだから。じゃあ、あの、だってインスタでなんか家の前で女子野球の女の子教えて早打ちやってる時、ひでえ、あれ。あれをあげるかねと思って俺。あれね、俺ね、打ち方を忘れたんだよ。もう早打ちできると思ったら、あれちょっと違うな、違うなみたいな。なんか紐回してみたいになっちゃってる。あれインスタ乗っけて、あれちょっと恥ずかしかったね。よかった、ピッチングコーチでと思ったね。いやー、そうですか。じゃあ次、どんどんいきますか。みんな見張っといて、選手が入れてるかどうか。
絶対田口あたり絶対入ってくるから、はい、あ、いるじゃん、お前いるじゃねえかよちょっと来い、ちょっと来い、田口来て。もう今インスタライブといえばね、ジャイアンツインスタライブとのもこの彼です、ほら、はい田口こんにちは。あ、じゃあ元木さんコメントありがとうございます。お前この間俺のこと大輔さんって呼んでたな、お前なまりながら大輔さんって言ってたな。いや、コメントでも見えなかったんですよ。あ、そう、はい、だからこうやってやらなきゃダメだよ、コメントを見ながらさ、はいはい、だって紙を見たって面白くもなんともないから。これでもあれだよね、事前にこう来てる方なんですね、はい、そうそうそう、はい、そう、事前なんかいらないの、取る必要ない。リアルタイムでこうやって送ってくれるやつこうやって読んどきゃいいのよ。じゃあ出たーって書いてる、ほら、じゃあ田口ちゃん来たーって書いてるよエコー直ってないの、声張るとダメです声張るとダメ、ね、いやー田口くん、はい、君のモノマネはね大したもんだ。昔ね、昔選手モノマネする人がいて、はい、モノマネする選手は大成しないって言われてたんだけど大成しましたね。まだです。やっぱり人の特徴を、ね、捉えるのがやっぱり得意なんだよな、はい、どうですか先発ピッチャー今年の意気込みをちょっとパパッと。ダメだって宮本さん治ってないって。治ってない、ちょっと意気込みを、はい、意気込み、僕は頑張ってるので宮本さん次第です。なんで僕が中継ぎの話をするとビクッとするんですよね。ま、中継ぎですかっていうね、それはもう NG ワードとして使わない。なんだこれ、エコー気にしないでって入れたの、この中の一人じゃないの高校生みたいです、パブさん。子供っすか、大丈夫、大丈夫、大丈夫。田口髪伸びたねって言ってるよ。切ります、もう。え、もう切ります。それマリモだろ。あ、そうです、勝ってます。勝ってないですよ誰がマリモヘアでしょ。いやいや、勝ってないです、勝ってないです、危ない。違うの、はい、それ帽子のサイズ2サイズぐらい上がるでしょ。いや、ちょっと上がってます今なあ。いいな、田口。田口は何、今日は何、どうしてここに来てくれたの。あ、前回ちょっと恥ずかしい思いしたんで。なんで恥ずかしい思い。こいつすげえ一人でこいつやったんですよ、インスタをね。で、俺ずっとこう入れたりしてずっと見てたんだけど、で、次の日会ったら、やばいっす、すいませんでしたとこうやって、全然一人できなかったんですって反省してたの。それをなんかこう相談来たの。いや、だから田口なって、インスタライブっていうものは野球の相談来よ。これね、間を気にするなと。やっぱりこのインスタライブってこの間がまたいいんだよ、はい、まだライブ感があっていいから間を気にして、なんか喋ってあげる、これはいらないからって言ったんだな、はい、そうだ野球のアドバイスしないけど、このアドバイスしてる。マリモヘアってお前なってるの、マリモヘアなってきてるぞ、絶対次打つ時は変わりますよなんだよ、俺が1万3000人か、まだ僕マックス1万4000です。4000いった一人で、はい、打倒田口ほら、宣伝してこれでしょ。まあ皆さんやってます。昨日宮本さんズムサタで。あ、そうなの。ズムサタまでやってこんだけちょっと宮本さん、お願いしますよ。ちょっと待って、ズムサタでもやって昨日あ、俺ちょうどあそこねマリモマリモって書いてタリモってなってる、タリモってなってる、タリモってないですよ。いやでもなんかいろんなね、インスタ、うん、おなんかこう見ててもアウトロー3球投げられたら打てないですか。あ、これは内田さんがバッティングコーチ、内田さんっていたじゃないですか、はいはい、で俺試合出た時に3球三振して帰ったんですよ。で何やってんだって言われたから、いや、アウトロー3球決まったら打てませんって言って帰ったんです。打てませんか。それを内田さんが言ったんですよ。そういうね、やめてから、はい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 、元木はこういうふうに言ってきたで、あいつはっていうふうに書いてたら、声出しの時に吉川大輝がこれを真似して言ったんですよ、うん、打てません、バイ元木ヘッドみたいなことを言ったから、うん、今こういうふうになってます。あ、そうか、言ってた大輝、あ、それは、いや、散々ね、ベンチで俺が言ってんのに、現役の時こんな感じだったんでしょうみたいな。そっか、そういうことで大輝が使ってるわけだ。そうそう、さあ、これ見てんのかな、選手ゲイン見てんのか、お前おい、ゲイン、ちょっとコメント入れろ、ゲイン。誰、あ、シンゴ、悪口言ってこい、シンゴどうだ。もうでも、一応の選手はね、もういなくなっちゃう。もう終わって、
今日なんだっけ、この後はファームの練習です。2時からファーム、2時からファームのやるんですね、はい、自主トレですよ。そうです。今日のスニーカーは、AJ1 シャタマです。あ、ちょっとスニーカー見ましょう。スニーカーよいしょ、体硬い体硬い。うわぁ、ジャイアンツカラー、今日ジャイアンツカラーで来ました。ジャイアンツカラー、さあ、なんか質問どんどん。選手のコメント見たい。出てこないな。葛西選手出ないから出ないですね。それはもうはっきりします。出ないです。誠治好き、かっこいい。巨人から来た、あ、来たか。巨人から見たい、はい、見たい。誰を見たい。見たいところ新郎、やっぱ新郎が人気ある。誠治が一番人気あるのか。隼人かな。でも結構インスタやってる選手多いんじゃないの。ね、まあ増えてますけど、湯浅とかもやってるでしょ。やってるけど写真3枚か4枚ぐらいでしょ。やるなよって話なんだけど。あれ選手はやっぱりみんなフォローした方がいいよね。と、いや俺全部フォローしてないです。あ、俺してんのね、たまたま入ってきて北村とか持った外国人はしてるかな。ビエラとか。いや俺ね、マッソン面白い。あ、マッソンすごい。マッソン俺知ってる。マッソンはすごいね。マッソンのはちょっとね、怖い。狩り行ってるからさ。寮に行ってんだよ、ね、寮に彼はあの山持ってるんですね。で、こう寮のライセンスとかも持ってて、それでなんかね、聞いたら自分でベーコン作ってるっつって。あ、燻製でね。そうそうそう、やってるやってる。チップ入れてやってた。そうで、あとボートを持ってるしね。マッソンのインスタは俺は好き。いや、やっぱりね、結構不動産でもう仕事しなくていいぐらいの感じなんで。そう、はい、そう、もう向こうでかなり持ってて、家賃収入で大丈夫なんですね。いや、それマジで言ってて。だから現金の時も夜中の2時ぐらい、時差があるじゃん。これどうなってんだっつって、その電話があるんだって。あ、そう。家のキッチンどうなってんだとか。不動産関係です、ね、だからそれでちょっと膝痛くなったのかな。でも頑張ってますね。いや、すごいすごい。マッソンは本当選手の中でもね、マッソンはすごかったね。そしていろいろ本当に日本人性格も良かったですね。そうね、本当打ち解けてて。なあ田口な、はい、マリもお前やってんのインスタ。いや、やってないです。やってないの、はい、なんで。いや、得意じゃないんで写真とか。特に自分の頭取っとけよ。マリモっすか。今日のマリモっつって、寝起きのやつとか寝るときとお風呂上がりとかやっとけよ。お前増えんじゃないの。大丈夫っす。まだ大丈夫ですか。なんか俺らがやってみたらバカみたいじゃん。なんかパサパサだな髪に。髪に栄養はないよ。栄養がもうちょっと透けよ。あ、量が半端ねえな。いきます、ね、でもなんかあと5分ぐらいです。あと5分で終わりなの。ちょっとでも昨日募集した中で、あと、コーチになって一番大変なことはって、うん、まあ選手に気を使うのが大変ですね。ああ、昔と違いますか、選手の特色は。全然違いますね。やっぱりコラーだけじゃダメですね。でもコラーの中にね、そういったこう思いやりみたいなのあるじゃないですか。いや、それはね、選手に伝わってますよ。いや、だからね、ほんとね、正直やめないと分かんないんですよ、みんな。我々やめたじゃないですか、一回で、辛い思い。みんなこう、テレビ出てるから成功しましたねって言ってるけど、決して成功でもないじゃないですか。必死じゃないですか、生活に。そうだ。それをみんなが勘違いして、テレビ出てるからすごくなんか裕福になってますね、大丈夫ですね、みたいな感覚を持ってる人が多いんで、それを伝えてあげて、一番いいのは1年でも長く一軍でユニフォーム着ることです。それが一番稼げるんだから。それ選手に伝えたいことはね、うん、だからそれを分かってないで、なんとかなるわと思ってやってるやつが11月になって焦り出して、トライアウト必死になって受けて、もうトライアウト の僕テレビ見たくないんですよ。それまでにやんなかったろって、今だって失敗したんだろって。でもあそこまで行かないと気づかないんですよね。いや、でも確かに本当にこの野球界、いわゆるその選手なんかの選手寿命っていうのは大体平均で9年なんですよ。で、9年の中での、まあ、我々昨年からコーチをという
仕事をいただいて2年目になりますよ。9年間の中で2年間僕たち責任があるわけですよ。だから選手たちと本当に僕は死ねるかどうかだと思いますよ、戦ってね。いやもう田口と一緒に死にたくねえ。マリモと一緒に死にたくねえよ。僕一緒がいいです、僕は。やめてくれよ。もう引きずり込みます。いやだよ、俺。やっぱりね、この仕事もね、こう就職先としてね、考えちゃダメですよ、コーチ業はね。やっぱりこう選手たちと一緒に死ねて、で選手たちと、あ、まあ勝ったら勝ったでね、勝利を喜びを分かち合って、負けた時は一緒に悔しいっていう、なんかそういったことっていうのがすごく大事だし、長くやろうともね、思っちゃいけない仕事だと思うし、やっぱり1年1年、9年、平均寿命の9年のうちの2年を預かってるっていうことに関してもやっぱ責任がありますから、やっぱそれなりの覚悟を持ってね、田口さん、やってますよ、はい、やりますんで、はい、ありがとうございます。いや、お前はやめたら分かるよ、本当に、やめてお前がコーチやったら分かる。でも本当に、めっちゃしんどいよ、本当に、本当しんどい仕事。それはお前らがずっとで25勝無敗とかだったらすげえ楽に俺らあれだけど、まあそれがね、やっぱりチームだからね。コーチ業ってね、あのね、祈りだな、試合中は祈ってる、お願い頼むよ、カンちゃん抑えてとかさ。あれ本当、まあ、まあここだけの話っていうか、監督がバッと怒った時ってあるじゃん、うん、ベンチで全員こうやって祈ってるよね、コーチ陣。堂々と立ってるふりしてるけど、めっちゃ祈ってるからね。めっちゃ祈るよ。ああ、これ祈ることなんだなと思うもんね、仕事は。特にね、俺、まあ去年はあれ、コーチャーにいたから、うん、半分ベンチにいないわけじゃん。で、今年オープン戦とかでちょっといても、まだ監督もその本気モードでもないじゃん。はい、ああ、めっちゃビビってるもん、俺今。本当に、カメラとか今上からこう撮ったりしてるけど、あの辺下いっぱい置いといてほしいなと思って、俺がボコって蹴られるから。いやいや、それはない、それはいや、昨年ずっと一緒にあのベンチャーがいましたけど、それはない。それなかったですか。ああ、よかった、俺もすっげえ怖いんだよね。ただあの監督がベンチでこう下向いた時にはうってちょっと緊張感がある。もう監督のちょっと癖は分かりましたね。いや、その癖を俺早く見抜かないと、監督がぐっと下向いた時には俺がおい先に言ってあげないと、誠司が、あ、誠司じゃねえ、あの選手が、あの、シュンってなっちゃうなと思って。その時ヘッド僕言ってください。やっさ、なんとかしてくださいよって言ってください。いや、ピッチャー陣はそれは宮本さんに言いますよ、それ、はい、宮本さんしかいないですよ。マリモどうなってんすか、今日のマリモはつって。あの、今日のマリモ全然ですね。まあ彼の、田口選手に対しては、あの、次は中継ぎ行くっていう、中継ぎっていう、このワードを出せばビビります。まあ中継ぎだけだったらいいじゃん。俺だったら野手のやつは買わせる、下行くって言われてんだ。今日も湯浅に何回言ったか、下行くって。まあでもね、田口とかが本当頑張ってもらうのダメよ、本当に。チーム引っ張んなきゃ。なんかね、宇都宮さん、宇都宮さんっていうのは分かるけど、宇都宮みたいになりたかったらお前がなんなきゃいけない、もういないんだから ね。やっぱりこう幸せ願ってますよ、本当に。あの、なんかちょっと綺麗な言葉で言うけど、やっぱり幸せになってもらいたいよ。やっぱりみんな今ちゃんとやっぱ稼げるところにいるんだからね、うん、1年でも長くやるってこと。宮本さん、さっきからどこ見てるんですかって言ってる。誰？宮本さん。これ宮本さん、さっきからどこ見てるんですか。まあいろいろいるんですよ、スタッフが。スタッフなんか見なくていいんですよ、本当に。いや、スタッフが笑ってくれれば嬉しいんですよ。僕もあのズムサタのスタジオでもスタッフが笑ってくれると嬉しいんですよ。スタッフが笑ってくれたら、あ、画面の向こうの人たちも笑ってくれてるのかなってこう思うね。癖です、これ。ホトケヘッドは現役何年だっけ。15かな。そんなにやったの。やった、33の年だもんな、俺。あ、俺も33だ。あ、マジで。33で引退して何年で復帰、現場で。14年ぐらい。14年、ね、14年で現場復帰を。21年だからね。いや、本当にあのキャンプの時の朝からずっと立ってる地獄だって、俺罰ゲームだと思った。あれ体めっちゃ痛かったもん、何にもしなかったけど。本当、ね、1年目はきつかった。あの時俺ずっとノックだったじゃないですか、うん、めちゃくちゃきつかったです、う
今全然打つ気もしないもん。ほんと死んだの分かってるから、死んでることから逃げるタイプ。その分やっぱり存在感がありますからね。いや、もう声しかないですよ。声枯れてる時俺つらいんですよ、もう本当に。じゃあそろそろね、締めですか。あ、じゃあラスト1問。ラスト1問、はい、はい、何いきますか。じゃあ原監督にも無茶振りできますかって元ゲット来てますよ。え、原監督に無茶振りできますかとか。例えばどういう無茶振りなんだろう。歌歌ってくださいよぐらいって言いそうだね。言えるよね。この間あったじゃん、会食で。だから監督が、俺は年に4曲しか歌ねえと。俺も大概そうキャンプの時3曲聴いてんだけど。あれおかしいなって思ったんだけど。監督、会食行った後、すごく調子いい時はカラオケ行きますよ。カラオケ行きますね。カラオケ空を見なよと。あ、なんで俺もその歌しか耳に出てこない今。あとね、シングルベッドとかね。あ、シングルベッドね。シャランキュー好きだね。シャランキュー好きだね。シャランキュー、近畿大学。そうだね。まあ、あとはあとラーメン屋さんね。潰れたわ。違う、ここのラーメンは絶品っていうお店ありますかね。俺はね、いつも勧めるのはね、知ってくろかのラーメンショップですよ。うわ、大好き俺も。あそこはね、シテクロカー沿いのラーメンショップって、山芋、そう、山芋、関西でとろろがざく切りでちょっと細長く切ってそう置いてあるんですよね。あれはうまい。俺も現役の時から食べてた、あそこね。俺もあそこ食べる。南部市場のちょっと、そう目の前ね、入りが、だから夜までやってないんですよ、うん、南部市場の人がいっぱい来るから。朝っていうかお昼ぐらいから、お昼ちょっと前から5時ぐらいで終わりです。そう、お昼前とか、まあ、ブランチであれ食べちゃうと、うん、夜まで何もいらないです。そう、あの山芋ですげえ膨らむから。そう、俺もあれ大好き。ラーメンショップっていっぱいあるけど同じ店？違うんですよ。ラーメンショップによって味が違ったりするんですよ。あ、同じものを出してないとか。いや、そこは本当うまいよね。僕好きですね。あー、ラーメンショップ。いや、俺あそこ元気、もうこれもう12、30分経ったの、ね、延長してって書いてるけど延長はちょっとね、今日用事あるんですよ俺。今日ね、私とヘッドこれからちょっと車屋さんに行ってきます、うん、ジャガーランドローバー、今日はですね、チェンジの日ですから。今日はスポンサーさんですからね。スポンサーさん、ありがとうございます。本当にありがとうございます、これからだから今日我々が初めてで、うん、そこからコーチ選手がどんどん乗り換えていくんじゃないですかね、はい、だから今日は新車と入れ替えて、私たちのこの1年間今日、ドライブレコーダーもついてるんですよ。あ、マジで、はい、すごいね。あれでも規則でつけなきゃいけなくなっちゃうんだから。そうだよね、はいはい、担当以上本庄君、はい、あいつ全然ダメなんだよ、本当使えないの、本当に。また食べたし、ホイール黒くしろっつってんじゃん、俺。乙女ヘッドに言ったら、もう本当にカスタム車になりますからね。本当に。そう、人の車も言うのよ。宮本さん、これホイールの色ダメですよ、とか。宮本さんの借りた車はすごくいいんだけど、ホイールダサい。ダサいっつダメか、スポンサーに。ダメ。私はこれから、港北店。俺世田谷で言っちゃダメだよ、来ちゃうよ、来ちゃうよ、それは生配信だからダメよ。っていうか1万4000いかなかったら田口に負けたな。あら、今日今見ていただいてる皆さん、俺と宮本さんのだけでいいからフォローしておいてくださいだけでいいです。いいですね、それ。そう、だから宮本さんも今1万1000、2000ぐらいだと思うんで。1万1000だったかな。1000いった、行きました行きました、なんか 1.1 になってました。だから宮本さんと俺のフォローしてください、お願いします。やべえ、読売ジャイアンツのフォローしなくていいですから。やべえ、映ってる俺。いや、映ってる、当たり前だよ、自分の携帯。あ、ちょっと遅れるんだね。そう、遅れてる遅れる。あ、フォローしますとかなんかあるね。いいね。ありがとうございます。面白いね。あ、ついでに黙って皆さん湯浅のもフォローしておいて。湯浅が急に見たら、うふう、すげえフォローってなってるかも。その気になるかも ね。俺もちょっと人気出てきたなみたいな。いいかもしれないですね。まあでも本当にね。マリモやってないでしょ。やってないです。マリモやったら言えよ。わかりました。ね、これ増えるから。はい。
増えてる。でまた機会があればね、はい、うん、またやりましょう。最終回、最後、はい、これ最終回だ、最終回です、はい、あ、そうなんだ、なんで最終回なの、もうめんどくさいのお前ら。いや、違うよ、これから開幕に向けてって。いや、まだ大丈夫でしょ、次のランドの時もやるよ俺。あ、来た、本当ですか、うん、そう言っていただけ、じゃあ、そう言っていただけ、じゃあ、今度一人でやったら面白いかもよ。一人でやったらもう多分大概ここで質問を受け取って聞きますよ、ね、それを田口一生懸命喋ろうとしたじゃん、はい、だからしんどいの、ここと会話すればよかっただけ。読んでね、読んで、あ、なんかないかな、じゃあ、ね、何もなかったら質問お願いしますよとか言ってやっとけばいいのを、なんかモノマネしなきゃ、なんかしなきゃって張り切っちゃったから、ちょっと頑張りすぎたでしょ、頭パンクしました。俺本当に10個ぐらい入れたのに全然無視だったから。お時さんのマジ文字見えないです本当に。大輔さんとかなんか言ってるだけだよお前。それを加味して続けるかもしれないということで、今貴重なアドバイスをいただいた。だからこういうのせっかくフォローしてくれてるんだから、やれるときはやった方がいいよ。だから選手呼んだりとかさ、やってどんどんやって、せっかくこんだけ増えてね、フォロワーってどれぐらいいんの？35万人。渡辺直美ちゃんに負けてんじゃん。お二人とも告知した瞬間に5000人フォロワーが増えました。あ、そう、はい、ちょっと待って、お前ら増えて、なんで俺らのフォロー、後で携帯見るけど俺のフォロー増えてんのかな。いや、なんか楽しみだね、自分のとこ。宮本さん増えてるフォロワー見て。あ、ちょ、これライブでこう見ちゃってる。相当遅れてるんだ、ちょっと待って、これどうやってやるんだっけ。おいちょっと待って、あ、これか、あ、フォロワー、あー、1000人増えてますよ、もう。え、宮本さんいくつ？ 1.2。 あー、はい、すげえ、すごいすごいんだな。それは、皆さん感謝されてありがとうございます。出させていただいてありがとうございます。じゃあ、そんだけの方がね、フォローしてくださって、もっと面白いの乗っけますよ。いやー、ほんとね、頑張りましょう。はい、じゃあ2人でなんかズームインしてって言ってますんで、はい、じゃあそれでは、巨人軍並びにプロ野球ファンの皆様、開幕はいつになるか分かりませんが、開幕したら、一生懸命1年間戦ってまいります。それでは今日インスタライブをご覧の皆様に行きます。せーの、ズームイン。今年もよろしくお願いします。さよなら。ありがとうございました。